テ m エム突破ズレ、テ m エム突破ズレは、日本の競争馬である。馬名の意味は、冠名テーエム鹿児島の方言で、飛び抜けているという意味を持つ突破ズレ。7月16日小倉芝1200メートル新馬戦、九州三馬限定戦でデビューした。6番人気と、それほど高い評価ではなかったが、レースでは、コースタートから先手を奪い、そのままゴール。 見事デビュー戦初勝利を飾った。この勝利は、テームオペラサ三区の初勝利となり、また2着と3着にも、テームオペラサ三区のテームハエドー、テームホイドンが入り、テームオペラ王三区のワンツースリーとなった。しかし、このレースは、九州三馬限定戦であり、タイムもそれほど、早くなかったことから、競馬雑誌などの新馬戦評価では、このレースに出走した馬で、 将来活躍できる、素質場は見当たらないと評するものもあった。その後、フェニックス賞と、ひまわり賞に出走したが勝つことができず、この年の勝利は、新馬戦のみとなった。この年は、不振を極め、10回出走するも、ほとんど見せ場のない惨敗を繰り返すこととなった。7月2日には、障害競争の未勝利戦に挑戦するが、結果は、 勝馬から7.4秒差もつけられる9着であった。中央だけでなく、翌年にかけて、荒尾競馬場の九州産限定競争でも3回、出走したものの勝つことはできなかった。3月に障害競争に、再び出走するようになったが、初戦は、勝馬から15秒離され、乾燥馬としては最下位の12着に敗れた。しかし、 二戦目で5.1秒差の6着と前進を見せ、続く4月7日の競争では、障害競争では初めて、安城に佐久間博士を迎え、逃げ切り勝利を収めた。単勝オッズも83倍とかなりの人気薄だったのだが、それを跳ね返しての勝利となった。自走は2007年4月21日に、京都で行われた障害オープンに出走した。障害の競合、 後衛トライが出走しており、また当場の前奏がクロック視されていたこともあり、単勝オッズは89.8倍と前奏以上に人気がなかったのだが、レースでは2番手につけると直線で逃げる後衛トライを猛追し、惜しくも離さの2着となった。その後はやや精彩を欠くレースが続いた。五月十九日に行われた障害オープンでは、水合障害で機種が落馬して、 競争を中止しており、11月10日に行われた、京都ハイジャンプでは3着に入ったものの、勝馬のテームドラゴンからは5.7秒もの大差をつけられている。続く、イルミネーションジャンプステークス、中山大障害では激しく、首を振って折り合いを書く状況になり、それぞれ6着、7着に敗れた。4月に復帰初戦となる障害オープン競争で五着となると、 5月17日には、京都ジャンプステークスに出走した。ここ数戦は控える競馬で伸び悩んでいたのだが、このレースでは、安城の佐久間は思い切った先行策を取り、花を奪った。道中では、マイペースの逃げに持ち込むことができたものの、終盤は、人気の英星北京、ナイトフライヤーに競りかけられた。しかし、そこから二の足使って、再加速し、 そのままゴールまで押し切り勝利を収めた。この勝利は、テーム・オペラオーサンクの中央競馬の重賞初、勝利であり、また、安城の佐久間にとっても、重賞初勝利となった。佐久間は、勝利機種インタビューで、麻雀で、ダブル役マン積もったぐらい気持ちいいです。と発言し、場内を沸かせた。その後、6月14日の東京ハイジャンプではこ着だった。3ヶ月休養後、 9月の障害オープン競争では2着、10月18日の東京オータムジャンプでは7着、11月15日の京都ハイジャンプでは10着だった。そして12月27日の中山大障害に出走。11番人気と低評価であったが、2番手を追走してそのまま粘って3着に入った。この年の初戦は3月14日の阪神。 スプリングジャンプに出走したが、11着と大敗した。続く本番の中山グランドジャンプでは、人気通りの7着に敗れた。5月16日の第11回京都ハイジャンプでは、3番人気で出走。コースタートから先頭に立ち、道中も、軽快に逃げ、最後の直線で、鈴鹿スペンサーと、クールジョイの猛追をしのぎ切り、逃げ切り勝ちを収め、重賞2勝目を挙げた。 続く、小倉様ジャンプでは、後位追走も勝った栄心ボストンから4馬審査の3着に、敗れた。その後、10月17日の東京ハイジャンプでは8番人気の低評価だったが、コースターとから花を奪い逃げ切り勝ちを収めた。続く11月14日の京都ジャンプステークスでは2周目の3コーナーまで会長逃げていたが2周目の4コーナーで、 A ーシン DS に交わされると、最後の直線で7場審査をつけられて2着と、完敗した。大一番である12月26日の中山大障害では3番人気に押されたものの、2周目、2コーナー通過後、直進すべきところを、馬が大障害コースの方向に逃避したために、騎手はバランスを崩し落馬、競争中止となった。この年の初戦は、前年同様、 3月13日の阪神、スプリングジャンプから始動。コースタートから先頭に立ち、道中逃げる展開になるも、最後の直線で力尽きて11着と惨敗した。4月17日の中山グランドジャンプでは軽快に、逃げるものの最後の直線で、後続馬に捉えられ6着に敗れた。続く5月15日の京都ハイジャンプでは一番人気に、支持され、道中先段追走も、 直線で伸びきれず7着に終わった。急用を挟み、連覇がかかった10月16日の東京ハイジャンプでは、コースタートから先頭に立って逃げるものの最後の直線で、後続馬に捉らえられて6着敗れ、連覇はならなかった。続く11月13日の京都ジャンプステークスでは、レース途中で逃げる光栄トライと並走するが直線で、失速し9着に敗れた。 12月25日の中山大障害では2周目の3コーナーで先頭に立ったが直線で伸びきれず4着だった。この年の初戦は3年連続で3月21日の阪神スプリングジャンプから始動。道中2番手を追走して3周目の4コーナーで先頭に立ったが直線でオープンガーデンにかわされて2着。5月14日の京都ハイジャンプでは2番手追走も、 直線で失速し8着に敗れた。東日本大震災の影響で7月開催となった中山グランドジャンプでは道中高位追走も直線で伸びきれず5着だった。5ヶ月休養後、12月3日のイルミネーションジャンプステークスでは道中2番手以下に3馬身ほどの差をつけて逃げを打ったが失速し8着。9月30日付で JRA の競争馬登録抹消と 地方競馬への遺跡が発表された。遺跡先は、金沢の金田和正旧社。その後何度か、所属先を変えてたものの勝利は挙げられず、2013年12月26日付で、登録を抹消された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。